はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、今ね、えー、裏金事件のですね、この検察捜査がですね、えーまあ、一段落ついてですね、これから国会が始まるわけですね、えー。でね、その国会でどういう展開になるかということですね、そして、えー、国会でどういうですね、えー、追及をすべきなのかということについてですね、えー、お話をしたいと思いますで。やっぱりね、この追及のですね、先はですね、 まあやはりですね自民党安倍派になるんですね、うんまあ、自民党は安倍派がですねやっぱりね何と言ってもこの何て言うかこの裏金ですねつまりこの非常にこの政治がですね堕落した政治の最先端というかですね一番ただれたところですねそれが安倍派なんですね。 うんえー、なのでですね、この安倍派を中心にね、やはり追及しなければいけないと思います。えー、そしてね、この安倍派でいうとね、この裏金ですよね、うん、この裏金がね、もうこれほどね、はびこ,はびこっていたのかという、ね、ことですよね。で、この裏金というのは一体何のために必要なのかということですよね。 うん、これはね、まあ、何度も説明してきましたけども、まずはね、私、ま、的、あ、流用ですね。それもね、だいぶあるんじゃないかと思いますよね。そしてね、えー、この安倍派というとね、えー、この安倍さん亡き後のこの権力構造がですね、えー、非常にね、えー、なんていうかな、変則的になってるんですね。えー、まず会長というのがいなくてですね、で、この OB のですね、 元首相の森喜朗さんですね。森喜朗さんがあ、まあ、出張ってきてですね、えー、そして、まあ、裏の、ねえー、会長としてですね、権、え、勢、ー、を振るっていたということですね。そして、えー、そのもとに、まあ、実質的にはね、そのもとに5人衆がいるという形なんですよね。うん、で結局ね、僕がに入ってきた情報によると、まあ、この5人衆が、ね、選ばれたというのも、要するに金、金、金なんですよね。 うん、で要するに、要は森喜朗さんに金が流れているということなんですよね。なので、最終的にはね、やっぱりね、あの森喜朗さんの証人喚問ですね、これをやっぱり目指すべきだと思うんですね。まあ、検察がね、本当にやろうとしていたのはそこなんですよね。まあ、安倍派をです、ね、中心に捜査をしたです、ね。そして5人衆をはじめね、この幹部ですね、事情聴取した。 で、この幹部の周辺もね、みっちりね、あのー、事情聴取してますよ。なんでそんなにね、やったのかということですよ。これは、あのー、森喜朗さんにお金が流れたですね。えつまり、えー、これ、派閥の中におけるですね、えー、この裏金ですね。うん、表に出ない金、えー。それをですね、まあ、検察は暴,暴きたかったわけですね。 うん、だけども、これはですね、まあ、途中で、えー、終わってしまった。だけどもね、この僕に入ってきた情報によると、えー、森喜朗さんへのね、この捜査ですね、これはね、検察は全然諦めてないです。全然諦めていない。ということで、これはね、あの継続してやるということですね、うん。で、こういう情勢を見ると、やはり国会でもね、これをやっぱり追求すべきなんですよ。追求すべき。ねうん、そしてね、もう一つ言えば、 野党やっぱりね、大同団結。これしかないです。これしかない。えー、つまりね、もうこれはね、えー、もう明らかだと思うんだけども、自民党政権ではね、この日本という国が、えー、崩れてしまうんですね。壊れてしまう。これはね、もうね、あらゆるところでね、それはもう見えるんですよ。ねうん、政治のビジョンなんか何もない。 何もないですよ。ねうん、派閥がね政、政策集団なんて、もう嘘も嘘。ね、政策集団、政策なんかどこで,どこでやってるんですか、ね、何もやってないですよ、ねえー。自民党の派閥というのはね、これ何度も説明しましたけども、えー、これ総裁をね、出す。そしてその中で、えー、そこのね、総裁候補にくっついていって、自分も、えー、この政府の中の何らかの地位を得たいと。 それだけですよ。人事と金、それだけ。うん。なのでね、これね、自民党政権のもとでは国がね、壊れます。このままでは確実に壊れます。さらにね、日本国はどん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 ですね、あのー、国際的なね、地位というかですね、もちろん経済力も、どん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 低下していく一方ですよ。ね。ここでね、もう本当に政治を変えないとダメです。ね。そのために野党は、 ね、もうこれ、勝利を捨てて大道につけということで、これは大道団結、うん、しなければいけないと思うんですね、うん。で、まずですね、今ね、政治はどういうふうに動いてるかっていうとね、まずこれね、読売新聞の記事から見てみたいと思うんですけども、えー、と要するにの安倍派ですね、自民党の中で、安倍派にね、も,うものすごいね、あの批判のですね、えー、大合唱になってるわけですね、うん、大合唱になってる。 でこの記事をねまず紹介したいんですけども「えっと、安倍派幹部隕石圧力に抵抗」「塩野谷座長俺が離党や辞職して何の意味があるのかと不快感」っていうね、えー、記事出てるんですよね。うん、これはね要するにね、えーえー、っと責任論ですね、まあ、今回のことどう責任取るんだということで自民党内から責任ねの問題がですね 安倍派の幹部に対しててい、えー、いっぱい出てるわけですよでその安倍派の幹部って一体ね、えー、誰がいるかというとね、まあ、7人なんですよねこの7人ですね責任取れという声が、ね、強いんですよで7人というのは、ね、常任幹事会メンバーで常任幹事会っていうのはね安倍派のですね、まあ、幹部の集まりなんだけどもまずね、えー、座長ね、まあ、会長じゃなくて座長という立場の塩谷龍さんね それから、現在の事務総長である、ツンパ、ツンパじゃない、パンツっていうかね、高木剛さんですね。それから、前官房長官のね、松野博川さんですね。それから、前の経産大臣である西村光年さんですね。西村光年さんもね、すごいところに逃げ切りましたね、これね。とりあえずね。とりあえず <laughs>。ね。それから、バーベキュー大好きのバ,バーベキュー萩生田さんですね。 それから、えー、参議院の安倍派会長の瀬耕博茂さんですね。えー、それから、えー、これはね、まあ、事務総長経験者で、えー、下村博文さんですね。この7人なんですよ。ね。そしてね、まあ当然ながら、7人7人ともね、いや、俺は関係ないみたいなね、そういうことを、ね、言い合ってるわけですよ。そしてね、えー、これね、<laughs> 要するに、俺は関係ない、俺は関係ないということで、それじゃあね、 それじゃあ、その、塩野さんですね。まあ、一応、座長ということですからね。塩野屋さんは、ちょっと代表、代表して責任を取れよ、ということになってるわけですよ。ね。うん。責任を取れよ、と。ね。そして、<laughs> 安倍派の中ではね、あの、こういう話が出てるんですよ。ね。塩野座長は、議員辞職。国会議員辞職。ね。そして、その他の五人衆ですね。五人衆は、自民党、離党。ですね。うん。 これ結構ね強いんです、意見がね。<laughs> 強いんですよ。だからこれにね、いずれももちろん反発してるわけですよね。うん。反発してるわけですよ。特に塩の予算なんかはね、<laughs> すごい反発してるんですよね。まあ、周りの人にね、<laughs> 俺が離島や辞職して何の意味があるんだっていうね、すごい不快感を示しているということなんですよね。<laughs> いや、これ笑ってはいけないと思うんだけども、 塩野義さんのねこの心中がねもう手に取るようにね <laughs> 見えるんでですね、うん、おそらく塩野義さんはねこう思ってるに近い,ないですよね、うん、つまり一応俺は名前は座長だけどもね、えー、会長がね五人衆がどんぐりのせいくらめなんで決まらないんで仕方ないから俺が座長っていう名前でね引き受けたんじゃないかとね最後になって名前だけのこの俺をね えー、放逐して、それで一体何の意味があるんだと。<laughs> ということですね。これはね、まあ気持ちは分かりますね、これね。<laughs> 気持ちは分かりますね。うん、まあ塩野屋さん一人ね、銀獣供しちゃってね、<laughs> それで収まるわけがないですよね、どう考えたってね、うん。まあそういうような状況なんですよね。うん、ねそういう状況なんですよ。 で結局ね、これね、<laughs> 要は、ね、その裏金をね、何に使ったのかということなんですよ。何に使ったのかと。ね。うん、で、これね、僕さっきも説明しましたけどね。うん、そして、このひとつき万歳でね、何度も説明してきましたので、ね。まあ、この番組も、この番組ね、国会議員もね、よく見てるっていう話なんでね。うん、まあ、それちょっとね、えー、ある意味広まってるのは知,ら知れませんけども。 結局のところ、僕に入ってきた情報によればね、うん、ね、えー、この裏金ね、政治資金収支報告書にね、書かれていない裏金、何に使ったんだということで言えばね、ね、えー、これはとにかく安倍さん亡きやとね、この五人衆ですね、自分が会長になりたいとみんな思ってるわけですよ、ね。うんねうん、それ、それぞれね、思ってると思いますよ、ね。 本当の本心ではね、自分はそんな器じゃないんだけども、もしかすると、会長になれるかもしれない。ね。そしたらね、99人か100人かね、俺はもしかしたらし、俺のところに首相の椅子が転がり込んでくるかもしれない。ね。というようなことでね、これはということで、ね。あ今何をやるべきか。あ、森か。森は金の盲茶だからな、みたいな。<laughs> ということで、裏金でね。 あ森さんはい、ありがとうございました。みたいなね。うん、というようなことでね。うん、まあ、この問題ね、うんえー。これ実はね、だから僕に入ってきた情報ではね、もうこの5人衆ですね、事情聴取バッチリされてるじゃないですか。ねうん、そして5人衆だけじゃなくって、その秘書も含めてね、ね、えー、バッチリね、この周囲も事情聴取すごいんですよ。ね、そしてその中でねもうこれね、 えー、ゲロっちゃった人がいるんですよ。ゲロっちゃった人がいる。ね。まあ、誰とは言いませんよ。誰とはねちょっと、ちょっと言いませんけどね。うん、ゲロっちゃった人がいる。なので、これはね、もう検察が掴んでるんですよ。ね、検察が掴んでる。で、本当は、検察の捜査はここが本命だったんですよ。ね。で森さんにね、もうこの5人衆がからお金がいってるとすればですよ。ね。うん これ5人ね、えー、全部足せばね、結構な金額になるじゃないですか。ね。で、これをね、あのー、税務署にね、申告してるわけないですよね。どう考えたってね。そうするとこれはもう完全な脱税じゃないですか。ね。うん。ということで、森吉郎さん、脱税ね。これ、実を言うと、検察はまだ諦めていません。<laughs> 諦めていません。ね。うん。まあ、森さんね、この番組見てるかどうかわからないけども、ね。 うんまあ、一応それをね、言っておきますね。うん、僕に入ってきた情報によるとね。まあ、そういうことなんですよ。ねうんまあ、そういうようなことで、えー、とにかく検察がそれをやりた,やりたかった。ね、そして、えー、この国会ですね。国会ね、これも始まるということで、じゃあ何をね、これからやるべきなのか、追及すべきなのかですね。これ当然ながら、検察のやり残した仕事。ね、これをね、やっぱりやるべきですよ。やるべき。 そして、えー、これは陰にように検察と補聴を合わせて、ね。うん。そして、どん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 ね、だんだんと追い込んでいかなければいけないんですよ。ね。うん。その仕事をしなければいけないということですね。うん。でね、えー、ここでね、面白い記事が出てるんですよね。うん。これ、日テレがね、報道したんだけども、えー、見出しがね、 派閥側から記載不要と指示あった安倍派五人衆松野前官房長官が会見で釈明っていうね。うん。これ記者会見やったんですよね。これ1月27日。まあ今日のね、えー、配信ですけどもねで。松野さんがですね、えー、っと、えー、初めてね、記者会見をやったんですよね。まあ五人衆の中でね、松野,松野さんだけや,やってこなかったんですよ。ね。で、今度,今度記者会見やってですね、えー、そして、 えー、これね、えー、自分のねこの政治金収支報告書になぜ記載しなかったんだという問題について質問されてですねえー、っとこういうふうに答えてるんですよえー、っとねえ清、ー、和会安倍派ですね清和会の事務局から記載不要との教示があったためとのことでありました事務所として 適正な取り扱いをすべきであったことは当然であり、深く反省しているところであります。ですね。そして、不記載の1051万円については、私的流用はしていないと、というふうに説明したということなんですよね。うん。でね、<laughs> ここでね、ええー、ね、僕、記者会見でね、まあ、この記者会見、ね、えー、僕、出ていませんけどね、うん、でこの記者会見で、 えね、記者はね、聞いたんでしょうかね。つまり、事務局からね、安倍派の事務局からそういう話が来たとき、ね、つまり、収支報告書に、えー、載せないでいいですよと、ねの、載せないで、載せないでくださいというね、話が来たとき、ね、それはなぜですかというふうに逆にね、聞いたのかということですよ。え、なぜなんですかっていうふうに、なんで聞かない、ね、そういうふうに聞いたのかということですよ、まずね。うん。まずね、 そして聞いたのであれば、じゃあその理由は一体どういうことだったんですかということですよね。そしてもし、それ聞かなかったのであれば、なぜ聞かなかったんですかっていうことですよね。これ記者はね、あの、通級したんでしょうね。これ、この記事だけでは、そのね、答えっていうかね、問答は出てこないんでわからないんだけどもね。うん。これ、記者会見でこの質問出なかったら、本当僕はおかしいと思いますよ。ね。うん。 だって松野さんはね、あのー、まさに自分は事務総長経験者でしょね。うん。だったら、えー、この派閥の事務局にね、いつだって問い合わせればいいじゃないですか。ね。うん。まあ理想的にはね、その時、すぐにね、問い合わせれば、問い合わせればいいんだけども、でも結局、言い訳してるわけでしょまあその時は知らなかったみたいなことでね。じゃあね、今知ったわけでしょ今知ったわけでしょ 今知ったんなら、なぜ今問い合わせないんですかこれ。ね。派閥の事務局に。うん。なぜ問い合わせないんですかおかしいでしょうこれ。ね。うん。で、問い合わせてですよ。その結果、どういう答えだったんだということですよ。ね。つまり、政治資金収支報告書に載せな、載せないでくださいというね、指示でしょ。それはなぜですかということでしょう。うだって、政治資金でしょ政治資金。 だったら収支報告書に載せなければ、これは政治資金ね、えー、規制法違反じゃないですか。今もうそれは,はっきりしてるわけじゃないですか。ね。なんで問い合わせないんですか今。派閥の事務局に。あれはどういうことだったんだと。ね。うん。どういうことだったんだと。それをちょっと教えてくれと、その理由をね。うん。で、もしこれ政治資金ということでなければ、これはね、まあ雑所得とかね、えー、自分の所得になるんで、これは当然申告しなきゃいけないことになるじゃないかと。 ね。そういう話でしょ。いずれにしてもこれは問い合わせが必要なんですよ。で、それ問い合わせたのかという問題ですよ。ね。つまりその時じゃないですよ。ね、もちろんその時であれば理想的なんだけども、ね。少なくとも今ですよ。今。ね。今。記者会見に出るにあたって、ね。えー、秘書からそう聞いたと。じゃあ、その理由について事務局にまずちょっと問い合わせてみたと。ね。 だって事務総長経験者が問い合わせてるんだから、本当のことを言わないわけないじゃないですか。ね。うん。そうでしょ。そしたらそれはね、その答えは記者会見で明らかにしなきゃいけないじゃないですか。だけどそのことは全然書いてない。なんで書いてないんですか。記者はね、それ通求したんですか、記者会見で。通求しなきゃ記者会見にならないじゃないですか、それは。うん。なんで通求しないんですか。松野さん、ね。 松野さんそのことについてね、今それ分かったんだから、当然事務局に聞いたんでしょうねと。あなた事務総長経験者なんだからと。ね。その答えを教えてくださいと。ね。うん。松野さんはね、これ困ると思いますよ。多分ね、問い合わせてないんだと思いますよ。問い合わせてない。なんでかというと、実は松野さんはその答えを知ってるんですよ。その答えを知っている。ね。知っている。だからどういうことかというとね、ね。 これ本当のことを言いましょう。ね。ズバリ。うん。で、裏金というのは、ね。で、要するにこれはね、裏金として使ってくださいということなんですよ。裏金として使ってくださいと。ね。うん、で、それはね、はっきりとはもちろん言いませんよ。ね。<laughs> そんな言,言うわけないですよね。だけど、ね、心の声ですよ、これ。事務局の心の声。お分かりでしょうが、それは裏金なんです。裏金として使ってください。ということなんですよね。うん。そうすると、 松野さんね。うん。まあ、これ松野さんじゃなくて他の人もですよ。まあ、萩生田さんとかね。まあ、他の人もいますよね。あ、裏金って。<laughs> ね。まあ、別に心の声ですよ。心の声。ね。裏金っていうことでね。じゃあこれはどう使ったらいいか。もう答えは一つ、一つだなと。ね。これはもう森に泣かせというシグナルだなと。というふうに思うじゃないですか。安倍派のね。権力構造を知っていれば。これは森に泣かせというシグナルだな。シグナルだなと。ね。 その心の声に出すまでもなく、<laughs> ピピッときますよ、それは。<laughs> ね、うん。そういうわけで、森さんに流すわけですよ。ね。うん、でこういうことがあって、それで五人衆ができたわけですよ。ね。五、うん、人衆がね。五人衆はそれぞれ会長になりたいと思っているのでね。もうそのままピピッときますよ。あ、金、金、金の世界の森かー、ということでね。<laughs> で、裏がね、あーっと流すわけですよね。うん でこの件についてはね、さっき言ったように、五人衆、ね、五人衆本人、あるいは五人衆の周囲、ね、誰がとは言わないですよ。すでに検察にゲロってるんですよ。いや、実はね、と。は <laughs> ね、これは僕に入ってきた情報ですよ。ね。なので、これは完全な裏金なんですよ。だから、政治資金収支報告書に載せられるわけがないんですよ。ね。載せられるわけがない。 うん、でこれはあそうやって派閥の中で流れてる金なんですよ。それを検察はね、あの摘発したかったんですよ。そして、まあ、日本政治をね、まあ、少しでもっていうかな、あの綺、ー、麗に透明にして、ね、少しでもこの、なんていうかな、本来の政治に戻したかったんですよ。ね、ところがそれがね、まあ、途中でできなくなった。ね ああまあまあ、そのできなくなった理由についてはね、何度も説明しましたけどもね、まあそれはともかくとしてですよ。ね、で、松野さん、こんなこと知ってますよ、もちろんね。<laughs> もう言葉にするまでもなく、本能で知ってますよ、本能でね。ああねだって自分がやってんだからねああ。だから松野とぼけんなって話ですよ <laughs>、ねで。それ以上に、なんでね、記者会見でこれを通級しないんですか。ねまあ、ひとつき万冊ね、見てるんだったら、ね、通級しなさいよということですよ。 見てなくても、見てなくても、今のことは頭で働くじゃないですか。ね。うん、ねつまり派閥の、派閥の事務局からね、それは収支報告書に載せないでくださいという話が来たらね、ね、うん。そういう話が来たということであればですよ。ねうん、それは松本さんは、ね、来,たという来,た来たと言ってるわけですからね。じゃあね、その時に、なんで派閥の事務局に問い合わせないんですかということですよ。ね。 ね、つまり問い合わせたんでしょうねとね。少なくとも、じゃあ今知ったんだったら、ねえー、この会見場に出てくる前に問い合わせたんでしょうねとね。問い合わせないとしたらそれはなぜなんですかということに詰めなきゃダメですよ、ね。なぜ、なぜそれはね、あなた国会議員なんだから、それは不思議に思うでしょうと、ね。政治資金なのになぜわざわざ 収支報告書に載せないでくださいというふうに事務局は言った、ったんだろうと。ね。うん。それはなぜなんですかと。あなたなんで問い合わせないんですかと。国会議員なのにそれ不思議に思わないんですかと。そうやって、あのー、だん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 と順々にあのとあの追い詰めていくんですよ。ね。うん。そしたら、最後はもう言わざるを得ないじゃないですか。いや、実は。それは君、君はそういうふうに詰めるけど、 そんなことはもう分かった話じゃないかみたいなね、こう,うことになるわけじゃないですか。<laughs> ね。うん。ね。そうやってやっぱりね、記者会見ってのは、追及の場なんですよ。追及。ね。頭を使って、ね。まあ、刑事コロンボじゃないけど、まあちょっとこれも、これ古いですね。<laughs> ね。頭を使ってですね、まあ、こういったらこういうふうにこういうふうにね、詰めていくと。やらなきゃダメなんですよ。ね。 サラトイ禁止とかなんとかそんなものはね、あ記者クラブっていうかな、もうみんなそんなのぶち破りゃいいんですよ、そんなの。そんなの知ったことかみたいなね。<laughs> そうじゃないですか、ね。うん。で、一議員のね、記者会見でサラトイ禁止なんて、そんなことね、ふざけんなって話じゃないですか。ね。なので、ね、これ森吉郎さんもね、まあそういうことをね、まあいろいろ知ってるわけですよ。知ってるっていうかな、まあ当然ね、 五人衆とかなんとかかんとかはね、俺の方に目向いてるだろうなと。ね。まあそこで動かざるを得ないわけですよ。ね。これなんとかしないとちょっとまずいぞ、みたいなね。ねそこでね、次の朝日新聞の記事を紹介ねしますけどもね、これ26日金曜日、昨日のね、記事なんですけども、えー、見出しがね、安倍派処分巡り、森元首相が怒りの直短パン <laughs> というね <laughs>。 これも見えすぎるぐらい見えますね、これね。ね。まあそれちょっと読んでみますとね、こういうことなんですね。自民党安倍派の裏金事件を受け、政界引退後もドーハに君臨する森吉郎元首相が、派閥擁護の自家談判に動き出した。党執行部が安倍派の幹部に議員辞職を求めた、と読売新聞が報じた25日、森氏は複数の党幹部に会って、土器もあらわに、処分への異論を訴えた。 ね、動機もあらわに、うん、自民議員らによると森氏は25日茂木敏光幹事長や麻生太郎副総裁らと面会裏金事件で立憲対象とならなかった鶴馬、えー、高,高木剛前国会対策委員長ら安倍派幹部に党執行部が離党や議員辞職を求めたとする報道に激怒したという,という、ね、<laughs> 激怒したって。<laughs> 面白いですね、これね。うん。でも、森さん激怒したってね。高木さん本人が激怒すりゃいいじゃないですか。ね。うん。なんでわざわざ森さんが出てくるんだっていう話ですよね、うん。つまりこれは、森さんは、まあジェスチャーっていうかな。5人の手前ね、動かざるを得ないんですよ。ね。まあ実質的なね、会長ということでね。うん。あれだけ裏金をもらっておきながらね、 こういう時に何もしねえんだあいつみたいなね。そんなふうに思われてはね。何ですからね。うん。ね。だからそういうこともちろんね、潮姉さんもね、これはもう知ってるわけですよ。ね。うん。もう全部もちろん知ってるわけですよ。ね。手のひらのに見るがごとくですね。なので、ね。なんで俺が責任取らされるんだというね。<laughs> 冗談じゃないよというね、そういう心なんですよね。うーん。 これはね、自民党はこういうね、吸、えー、ったもんだというかね、それを今やってるところなんですよね、やってるところなんですよ。ね、うん。でね、ここでね、えー、一つね、またちょっとね、えー、一歩距離を置いてですね、アイラドットのね記事を紹介したいんですけどもね、うん。これ亀井静香さんがですね、えっ、ー、とアイラの記者に対して、えー、いろいろね、あのー、語ってるんですよ。ね、あ、う、あ、ん、そしてね、結局ね。 もう自民党はおしまいだと言ってるんですね。こういう騒ぎを見てね。うんまあ、どういうことかというとね、ちょっと肝心なところだけね、ちょっと伝えたいと思うんですけども、結局ね、えー、やっぱり政治ってのはね、お金がかかるんだということはね、この亀井さんもお説明してるんですよ。まずね、えー、例えばね、えー、この秘書ですね、秘書、えー。国費で雇える公設秘書っていうのは3人だけなんですよね。うん でね、例えばね、アメリカなんかではね、えー、僕もね、アメリカの上院議員ね、あの何人かね、こう取材してわか,かるんだけども、もうね、部屋なんかすごいですよ。ものすごい大きい。うん、大きくてスタッフも非常にいるしね。うん、これやっぱりね、日本と違うなぁって感じましたね,、うん、ね。そしてね、アメリカはね、その上院議員はですね、公費で雇える、ね、秘書ですね、 これ人数に制限がないって言うんですよねすごいですね、これ。で、ざらにね、20人とか30人抱えてるんですよ。すごい、すごい政策能力じゃないですか、そうするとね。うん。そのくらいね、やっぱりね、あのー、まあ、金かけてるんですよね、えー。国会議員にはね。うん。こういうね、まずね、あのー、日本の場合は、こういうね、えー、お金のなさっていうかな。 そういうのがあるということなんですよ。ね。うん。でね、結局ね、えー、このね、その他にもね、色々お金がかかるということで、日本の場合は仕方なく、この派閥があってですね、そしてその派閥で、派閥の会長がね、この昔は会長が、えー、その議員たちに金を配っていたというね、ま全、あ、近代的なね、やり方しかなかったっていうんですよね。うん まあ、こういうところもね、いろいろ考えなければいけないと思うんですけどもね。うん。だから結局ね、あのーえー、この企業献金とか団体献金とかね、こういうものをやっぱりね、なんとかしなくちゃいけないですよね。えー、そしてやっぱりこの公費とかね、えー、そういうものをね、やっぱり充実しなきゃいけないということですよね。うん。ね、そしてね、えー、この、亀井さんが言うにはね、 今回の件も収支報告書にそっくり書いておけば何の問題もなかったんだと。ね、で安倍派だけじゃなくて俺の作った止水会まあ今の二階派ですねまあそこでも2億円の不記載があったという書かなんで書かなかったのかねと言ってるわけですよね。でこれはもうねはっきりしてるわけですよ。ね。その理由と,理由というのは要するに派閥内で裏金が。 ものすすごく動いてるからなんですよ裏金がねさっき安倍派のことを、ね、説明しましたけども五人衆となるためには、ね、森さんへの裏金が必要だったわけですよ。ね、そうなると二階派ってのはどうなんだっていうことですよ。二階派も同じようなことがあったんじゃないのと,、ね、というようなことは推測が働くわけですよ。ね、で二階さんというのも、ね、これ森さんと同じ、ねあのー、世界観の <laughs> 持ち主ですからね。 まあ、金金金のね、持ち主ですからね。同じようなことがあっても全然おかしくないなと僕は思いますけどね。うん、そんなようなことですね、うん。そしてね、亀井さんが指摘しているのは、もうこのままでは自民党は終わりだと。ね、うん、で自民党はね、えー、日本国をどうするかと。そういうね、基本的な考え方。これがもう全然持ってないんだと。ね今、国際情勢を見れば、 アメリカも中国もね、えー、もうエゴをむき出しにしてると。ね、で日本だけが、ね、ポチ、ねうん、ワンちゃんみたいに、ね、ポチをやってると、ねうん。アメリカのポチをやってると、ねえー。そういうのはやっぱり滅びちゃうよと。ね、日本がやっぱり、ね、国家としての、ね、一つの、まあうん、エ,ゴエゴっていうかな、うん、やっぱりしっかりしたものを持たなければだめだと。そしてもう一つは、 えー、東京の一極集中という時代は終わったんだと。ね。地方にもっと目,目を向けなければいけないということですね。うん。そして今ね、この経済を見れば、このね、強い者だけがね、支配しているね、弱肉強食のネオリベ、新自由主義がね、非常に強まってると。ね。うん、これだけ株価が上がっても、社員には還元されてないんだと。ね。 うん、こ,れこれではもう日本はダメになるということですね、うんで。そういうことに対して自民党は何の手も打ってないと。なので、もう自民党には未来はないということですね。うん、で、今ね、選挙やってみなさいよと。自民党はこれ負けるよと。ということを言ってるんですね。だけど残念ながら野党も弱すぎると。ね、結集しないとどうしようもないだろうと。 小選挙区制なんだからね、立憲民主も維新も国民民主もね、ちょっとくらい違いがあったって、えー、政権交代する気なら結集せざるを得ないんだと。もうこれはね、1たす1は 2, 2と同じじゃないですか、要するにね。うん、ね、自民党政治はもうとにかく終わらせなければダメなんですよ。ね。うん。そこからですよ、話は。 そこからなんですよ、話はね。うん。そういうことをね、まあ、神様言ってるんだけども、僕もそれはね、同意見ですよ。ね。うん。そしてね、いよいよ国会が始まるということですね、通常国会がね。うん、ね、とにかく、もうこれはね、政治改革国会となることはもう間違いないですよね。うん。でね、この普通ね、政府4演説ですね。 えー、これはね、施、えー、政方針演説とかね、それは国会召集日にね、行うのが慣例なんですよ。だけどもとにかくね、立憲民主党がね、この政治と金問題をやれと、予算委員会の集中審議をやれと、それを最初にやれというね、えー、要求ですねで。これにね、自民党はまあ応じざるを得ないということで、この集中審議を29日ですね、29日月曜日にやると。 そして、この要演説は30日に先送りすると。そういうね、異例の日程なんですよね。これはもう完全に政治改革国会ですね。うん。ね。そして29日のこの集中審議ですね。予算委員会での。これの、こ,れこのなな、この中でのその岸田さんの発言ですね。これ非常に注目されるわけですよ。ね。うん。で、その中でね、この共産党のね、新しく委員長になった田村智子さんですね。これは、 え 26, 日26日のね、この共産党の会合でね、えー、裏,金裏金づくりに関与した全員の承認喚問を行うと、うん。と強調してるんですね。これはまあ全くその通りで、それはもうね、ねこれ絶対やら,なやらなきゃダメですよ、ねね。さっき言ったようにね、説明したように、この承認喚問ね、安倍派を中心にですよ、どう使ったんだと、その金を、どう使ったんだと。 ね。ということを追求しなければいけないですよ。ね。だってこれはね、税金取られてないわけでしょ。ね。政治資金なわけでしょ。ね。そしてそれが政治資金収支報告書にね、書いてないわけでしょ。じゃあ、どういうふうに使ったんだってこれ追求しなければいけませんよ。これ第一に追求しなきゃいけないですよ。そして、ね。政治資金として使ったんですと言ったんなら、はい、領収書ということですよ。ね。領収書なかったら、ね。 領収書ないお金は一体いくらあるんですかということですよ。ね。そしてそのお金は一体何に使ったんですかということをこれはね、本当に聞かなきゃいけないですよ。追求しなければいけないですよ。ね。うん。で、そして結局、それが森尾志郎さんに渡ってると。ね。いうことですよ。ね。そこを重点的につかなく、つかなければいけませんよ。そして最終的には森尾志郎さんの承認関門につなげていかないといけませんよ。ね。そうやって、 自民党のこの権力構造ですね。この安倍派を中心、安倍派を中心とするね、それをどんどん追い込んでいかないといけないと思いますよ。ね、うん、どんどん追い込んでいかないといけないと思いますね。まあいずれにし人は安倍,安倍派はね、もうこれ、えー、点々バラバラになると思いますからね。うん。まあその中でね、えー、この特にえー、この今ね、この権力構造は森喜朗さんですからね、そこをつかなければいけないということですね。うん。 まあということでですねまあ月曜日からのね国会がどうなるかということですねということをね、えー、ちょっと解説してみましたで本日ねこの回はこれで終わりたいと思いますけども最後にね、えー、コマーシャルタイムいただきましてですねコロナこれはコロナ日本国書ですねコロナ対策感染症対策が非常に重要なんですけども自民党政権の下では科学的な知見に基づいた対策じゃなくて利権に基づいた対策になっちゃってるんですよね うん、そのことをね、これ、追求したっていうかな、えー、書いた本なんですね、うん。でね、感染症対策が非常に重要なんで、それはね、やっぱり変えていかなければいけないんですよ。やっぱりね、政権交代が必要ということなんですね。それから <coughs>、原発と日本列島ですね。えー、これはね、えー、この著者の土井和美さんはですね、地質学者であると同時にですね、同年、動力炉、核燃料を開発事業団ですね、えー、こちらのほうに30年間ね、 えー、いらっっしゃってですね、えー、そして日本全国の,この地質を、ね、調査したんですよ。能登半島をはじめとしてね。その結果、日本列島には原子力発電所をやっぱり作ってはいけないと危なすぎるという、ねえー、結論に達したんですね。えー、これ注目されている本なんでですねぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、<coughs> ジュリー・アンドリュース次女伝ですね。これはね えー、国際的なミュージカルスターであるジュリー・アンドリュースがね、イギリスの演劇界アメリカの演劇界でね、えー、活躍して、えー、そこにおけるその人間模様であるとかですね、あるいはジュリー・アンドリュース自身のラブラマンスであるとかですね、そういったことがね、温かい視点でですね、嘘をいつば書いてありますので、えー、本を読む楽しみが味わえるんですね、まと、あ、にはね、あのー、肩の力を抜いて、読書の楽しみをね、味わっていただきたいと思うんですね。でそしてこれがね、 僕が関係させてもらっている、5、えー、月消防審査の新刊なんですけども、今ね、日本全国、地方の方ではね、本屋さんが少なくなっていますので、本を直接、えー、買えなくなっちゃったとかですね、あるいは、あその <coughs>、アマゾンの本を買ったことはないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は、5、えー、月消防審査に直接ファックスなり、電話内してきてください、えー。郵便振込であるとか、銀行振込で対応いたしますので、 えー、5月初報審者のファックス番号、電話番号は104の方で、えー、すぐに分かりますので、えー、どんどんですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。えー、ということですので、えー、本日この会はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。